どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は空挺ドラゴンズです。空挺ドラゴンズの著者は桑原拓さん、講談社から出版されています。1巻は2016年11月発売、最新巻の7巻は2019年11月7日に発売です。同じ日に小説版も発売されます。著者は立花桃さん。漫画版では脇役のバナベルが主人公のオリジナルストーリーです。2011年1月からアニメ放送が開始されます。フジテレビプラスウルトラ、ネットフリックスで配信されます。竜を捕らえて食べる空挺団の話です。竜捕獲ファンタジー。この漫画のジャンルはファンタジーです。ファンタジーを描く場合重要なのは作品世界の存在感、リアリティです。ファンタジーと言われれば剣や魔法を連想してしまうものですが、もちろんそれだけがファンタジーなのではありません。空想的、幻想的なものなら何でもありなのがファンタジーです。何でもありだからこそ作品世界を細かく設計する必要があります。あまりに荒唐無稽だったり部分的に設定が矛盾していたりすると世界観にリアリティがなくなります。作品にリアリティが出せるかどうかは作者のシミュレーション能力にかかっています。つまり自分の考えたものがもし現実にもあったら、人々はそれにどう向き合い、どう考え、どう行動するかを細部まで作者がイメージできているかどうかです。この空挺ドラゴンズという漫画は剣や魔法の代わりに竜が登場します。そして主人公たちはその竜たちを追いかけて捕獲し、解体した肉を売ったり食べたりします。つまり竜の肉を使った料理や竜に関連する経済的な事柄や人々が竜のことをどう考えているのかが描かれています。非常に細かく設定が作られており、作品内の世界で暮らしたくなるような存在感があります。あらすじ。各国が希少な竜を求め、人が空を飛ぶようになって半世紀、竜専門のハンターたちは飛行船に乗って竜を捕まえ、竜の肉や油や臓器を売ったり食べたりしながら暮らしています。竜の中には懸賞金がかけられているものもいます。保留船クイーンザザ号の乗組員たちは小さな町に降り立ち、捕獲した竜を解体していました。付近の住人たちは竜の肉や臓器を買うために解体現場に集まってきます。乗組員たちはこれが唯一のお金の稼ぎどころなので積極的に営業活動をします。乗組員の一人である主人公ミカは竜を取るのも解体するのも食べるのも好きな男です。しかしお金にはあまり興味がないため、営業活動に参加せずにこっそり竜の肉をつまみ食いしていました。彼は料理もうまく、一貫ではお飲みのステーキサンド、背開きにして上下から挟み焼きした悪魔風辛肝の煮込み、塩漬けサーロの燻製などを作りますが、基本的に一人で食べようとします。あらかた竜の解体が終わり、乗組員たちが町の宿に行こうとしたところ、町の住人たちから宿泊拒否されてしまいます。保留船を止めた町には竜が落ちるという迷信があるからです。実際は竜が現れた場所に保留船がやってくるだけで、船があるところに竜がやってくるわけではないのですが、偏見はなくなりません。竜のハンターたちはどこへ行っても心からは歓迎されない人たちなのです。そんな時、ミカたちのいる場所の隣の町に竜が現れたという知らせが届きました。ミカたちは別に警察ではないので竜を捕まえる義務もないし、退治を依頼されたら受けなければならないわけでもありません。とはいえ、このままだとまた飛行船の中で寝ることになってしまうので、町の宿屋に泊まらせてもらうことを条件に竜を捕獲しに行くことになりました。現場の上空に到着したミカは竜が怒っていることに気づきます。どうやらその竜は先ほどの町で解体した竜の母親のようです。つまりいなくなった子供を探していたら人間に食べられていたと知ったわけです。なんだかかわいそうだと口にする新人乗組員の滝田にミカはこう言いました。竜はただ一方的に狩られるような相手じゃない。殺す覚悟のない奴は死ぬぞ。怒りに燃えた竜とミカたち空挺団との戦いが始まりました。まとめ。捕まえれば一攫千金の竜を求めて世界中の空を旅する冒険ファンタジーです。竜と対決するシーンももちろんありますが、捕獲後の竜を使った料理の描写も力が入っています。 50% ぐらいはグルメ漫画と言えます。1話終了ごとに登場した料理のレシピが掲載されています。竜ではない動物の肉を使えば実際に制作可能です。竜の体のサイズは小さいものから大きいものまでいますが、だいたい数十メートルくらいです。クジラのサイズ感と似ています。解体作業もクジラと似ています。竜を捕獲して解体して食べるまでの工程を主人公のミカは本当に楽しそうに取り組んでいます。自分もこんな生活をしてみたいと思えるファンタジーです。空挺ドラゴンズ、
ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。